流栽肝人正積が、強化百物語より、立山ガタガタ橋は、日高小坂にあったと言われる橋にまつわる伝説。小坂の金江門というものの家の前に、小さな板橋があり、峠を越えて林村へ行くために盛んに利用されていた。ある夜、金江門が家にいると、ガタガタと橋を渡る、大きな音が聞こえ、ひそひそと人の声が聞こえた。こんな夜に峠越えは危険だと思って、 外を見ると人影は全く見えない。こうした不思議なことが毎晩続き、やがて雨の夜には橋を渡る音に混じって悲しそうな泣き声が聞こえるようになった。気味悪く思った木にえもんが占い師に占ってもらったところ、彼の家の前は林村を越えて越中立山まで続いており、縦山には様々な地獄があるので、地獄へ落ちる亡者たちが橋を通っているとのことだった。 これを聞いた金右衛門は、家の者たちと共に橋から離れた場所へ引っ越すと共に、亡者たちを供養し、橋のそばには京塚を建てた。以来、これまでのような会員はなくなったという。なお、この他にも音を伴った橋の名は、ガタガタ橋、ドード橋、ドタドタ橋など、多くあり、川の流れが橋や橋桁にあたる音から想像されたものと考えられている。そのために、 ガタガタ橋についても、同様に川の流れの音から、ガタガタ橋と名付けられていたものが、縦山地獄へ向かう亡者たちが境にかけられた橋の、上を渡る音と、後付けの解釈を施されたもの、とする説もある。縦山地獄への通り道にまつわる類話として、岐阜や愛知県の亡者たちが、縦山地獄へ向かう途中、乗倉岳山頂の船長が、腹の沼で水を飲むという伝説があり、 精霊殿と呼ばれた。ありがとうございます。